きなりひでチャンネル。どうもこんにちは、高島秀武です。元気でやっております。たまに友達が電話がかかってきて、お前今何やってんのって言われるんですけど、オールナイトニッポン月1っていうのをやってるっていうのをなかなかね、日にちもなんか特定しづらくてね、自分でも理解してなかったりして、でしょうがないんで、え、今度 YouTube やってんだよって言うとね、おお見た見たって、元気そうじゃんなんて言われてですね、ありがたいことですね。そこで今日はですね、この話をちょっとやりたいんですけど、川柳がね、金になるボール巡って一悶着、金になるボール巡って一悶着、これ何かというと、約1500万円の価値があると言われた大谷のドジャースでの第1号ホームランボール、ようやく打ちましたよね。41打席目でしたっけ、ホームランを打ったドジャースのユニフォームを着て公式戦で初めてね。このボールをキャッチしたのは夫婦で観戦していた女性のマーロンという方。その後警備員に呼ばれて、もし持って帰れるならボールの本物であるという認証を拒否すると圧力をかけられ、ボールの受け渡しを要求されたと話題になっていました。これわかります？つまりマーロンさんが大谷のホームランボールを取ったわけです。で、それをですね、ドジャース側がね、返してくれと。なぜかというと、ドジャースにとってはですね、大谷翔平の記念すべきドジャーススタジアムでの第1号ホームランということで、自分たちで取っておきたい、あるいは大谷翔平にそれをね、記念ボールだからって渡したい、どういう思惑だったか知らないけども、その返してくれと、こういうふうに言ってガタ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 っていうことになったわけですよね。ボールをオークションにかける場合は本物であるという証明が必要になります。あ、ただこれ大谷が打ったドジャースタジアムの第1号ホームランのボールだよって言っても、何これ違うかもしれないじゃない、サインもないし何もわかんない、こんなのその辺から持ってきたんじゃないのボールって言われたら証明のしようがない。だからボールをオークションにかける場合は本物である証明が必要だと。で、ホームランボールを返却する代わりに、ドジャースは当初大谷がサインした帽子2個を提示したそうですが、最終的にはサイン入りバットとサイン入りボールを追加で提供することになったそうです。そして女性はボールを返し、これで終わりかと思いきや、一部のメディアが大谷が直接ファンに会って感謝の言葉を伝えたと報じました。しかしボールを返した女性は、大谷は私と会っていないと発言したと報道され、海外では大谷は嘘をついているというプチ炎上をしました。こういういきさつらしいんですよ。確かにね、だから本物のホームランボールですよと、大谷が確かに1号ホームランで打ったホームランボールですよというためには、そのボールに球団側がですね、何かの印がついたね、証明する何かをね、それに貼り付けるか縫い付けるか印刷するか知りませんけど、必ずそれが必要だっていう。で、その証明がなければオークションにかけてね、これが1号ホームランボールですよと言っても値は上がらないし誰も信用しないと。だから結局ドジャースとしては、大谷さんのね、ホームランボールを返却する代わりに、じゃあサイン入りバットとサイン入りボールね、なんかいろんなものをこうね、追加したらしいんですけど、なんかね、最後にさっき言いましたけども、大谷と会ってというそのくだり、大谷は会ってないと、大谷は嘘をついているというふうなことでプチ炎上したと。炎上したっていうことは、なんか大谷選手がかわいそうですよね。だからどうですか、大谷選手としてはやっぱり記念の1号ホームランボールっていうのは、まあ帰ってくればそれは嬉しいでしょうけど、ホームランでもうスタンドに入っちゃったもんですから、それをファンが勝手に持って帰ったって、それはしょうがないですよね。うん。だからなんかね、ちょっと私の言い方ももたもたしてますけども、球団、ドジャース球団のね、その1号記念ボールを返してくれと。ね、で返してくれなきゃ1号ホームランボールとね、証明しないよという、その脅しに近いやり方っていうのはね、これはやっぱり大谷選手のですね、人間性をね、ちょっと傷つけますよね。で、大谷もそれは望んでないと思いますね。望んでないと思いますよ。だから一緒に会って
その1号を記念すべきホームランボールにサインしてやるとか、でそれでそのマーロンさんにね、おめでとうって言って返すとか、大谷だったらそれぐらいのことするんじゃないですかね。それにしてもどうなんですか、大谷選手のサインボールがですね、いろんなところで売りに出されてますけど、十何万とか二十万とかね、むちゃくちゃ高かったりするんですよね。あれはね、選手当人が納得してるのかどうだかよくわかんないんですけど、ちょっと首をかしげますね。だけど映像で見てると、球場入りするときなんか少年ファンにサインしてあげたりね、なんかしてるわけだから、でそういうのは別に売ればいくらという話ではないとは思うんですけどね。でもね、私思うのは、昔の昔大昔、自分が巨人 V9 の頃ね、ジャイアンツがむちゃくちゃ強い時、長嶋王の時代ですよ。毎日のように二人のね、大選手にね、サインもらってた。それは何かっていうと、日本放送の営業とかね、そういったところが、まあ正直言っちゃうと、ちょっと高島悪いけど、これサインもらってきてくんないかって、ね、山田さんというふうに書いてもらってくれとか。で、それをね、頼みに行くんですよ。すいません、高島さん、これ、山田さんという野球ファンなんですけど、サインいただけますかって言うとね、もう全然嫌な顔しない。サラサラサラって書いてくれる。で、球団からもね、サインボール何ケースかとか。で、いつも買ってね、二人でサインしてました。で、ある日、神宮球場のオールスターゲームの時に、ね、長嶋さんがもう汗びっしょりでね、サインボールにサインしながらね、言ったんですよ。ねえ、ワンちゃん。もう僕たちのね、このサインボールもね、もうそろそろ全国に行き届いたらしいよってこう言ったんですよね。そしたら真面目な王さんがね、そうなんですかって言ったら、来週の水曜日くらいにはね、もう行き渡るらしいから、もうやらなくていいみたい。冗談ですよ、もちろん。あれは二人の性格よく出てますよね。なんか陽気でね、やんちゃで、なんかこう、ユーモラスな長嶋さんと、何でも真面目に受け取ってね、真面目に反応するという王さんのね、その、性格、ON の性格を語るにはぴったりの話だなと僕は思ってるんですけどね。つまんない古い話ですからね。まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ、そんなようなことで、ホームランボール一つでいろんな大騒ぎが起きているということで、まあ、大谷翔平選手もね、人気がありすぎるというのもね、なかなか大変です。はい。カブスコ、粋な判断、メリケンさんという川柳が長嶋茂さん寄せてくださいました。大谷選手のホームランボールを掴んだカブスファンのジム・リッチ。ボールを掴んだ後にすぐにグラウンドに投げ返しました。あのライト線のね、2号ホームラン。あれ、投げ返したらしいですね。で、その後、ジム・リッチのコメントが映画みたいなセリフだったので紹介させてください。熱狂的なカブスファンはすぐにお宝をグラウンドに投げ返した。それがリグリーの伝統なんだよ。敵のチームのホームランはグラウンドに投げ返すんだ。リグリースタジアムね。で、大谷が歴史あるリグリーフィールドで、リグリーフィールドで初めて打ったホームランも高い価値がつきそうだが、リッチさんは全く気にしていなかった。高値がつく？素晴らしい選手だけど、俺は翔平のファンではない。カブスのファンなんだからね。生まれた時からのね。ただリッチさんは一つだけ願いがあるという。翔平が何かくれるならもらうよ。でも、ホームランボールが俺が食べていたナチョスに入ったんだ。新しいナチョスと交換してほしいと。なんかナチョスっていうなんか食べるものがあるらしいんですけどね。で、そこで今スタッフがですね、嫌味なボードを出しました。高島さんがもしも大谷翔平のボールを取ったらどうしますか、ね、僕は個人的にはですね、さっき話した王さんも長島さんも両方ともサインボールは持ってません。それはね、個人的にやらせるのは失礼ですからね。一回もサインしてもらったことないんですけども、今僕がね、一回のファンとしてドジャースタジアムかなんかにいて、それで大谷がホームラン打った、私がたまたま取った、もらいますよ。もらいます。オークション？いいですね。1500万買ってください。お願いします。てなわけで、今日はですね、大谷翔平選手のホームランボールの行方、トラブルについてやりました。それではまた明後日のこの時間、小屋の年屋さんです。ではでは明後日、失礼します。